20代でフェラーリ、しかもポルトフィーノ買えるんですか？仕事は何されてるんですか？どうやったら買えるのか教えてほしい。普通の OL には買えないと思うが。どうやったら買えるんだ？このチャンネル規模だと YouTube 以外の収入じゃないと買えないよな。それともパパ活で稼いだ？パパに買ってもらったな、東京のパパに。丸の内 OL なのになんでフェラーリが買えるの？と言われている件について。はい、こんばんは、あまねこです。で、今回はですね、どうやったらフェラーリなんか買えるんだよといったコメントをたくさんいただいておりますので、ちょっとね、今回はね、私の方からご説明させていただければと思います。パパ活とかたくさん言われていてちょっとびっくりなんですけど、そんなフェラーリ買ってくれるパパって存在するんですか？私はそういった世界を全然知らないのでわからないんですが、なんかいいですね、フェラーリ買ってもらえる方がいるなんて。いや、なんかフェラーリ買ってくれる人がいるなんてすごく羨ましい世界線だなと思って。まあ、ただ思うのは、正直他人の力を使って買うより自分の力で買う方が圧倒的に楽なんじゃないのかなと私は実体験を通して思ったんですけど、どうなんでしょうか。まあ、ということでね、そんなこんなで皆さんからいろんなコメントをいただいており、まあ、私が突然フェラーリを購入したということで視聴者の皆さんを混乱させているというところもあるようなので、まあ、今回は私の口からしっかりご説明させていただければと思います。で、まず私個人の経歴からお話しさせていただければと思います。私あまねこは公認会計士試験合格者ということで、とある監査法人にて働いております。また副業ということで承認を得た上で YouTube での活動も実施しております。で、コメント欄においても、なんでマスクをしてるの、どうして丸の内 OL って自称しているのといった内容もいただいているんですが、まあ、どうしてかというと、簡単に言えば本業の所属法人を特定されたくないからですね。まあ、特に同業の方だったり、皆さんもしかしたらお気づきの方もいるかもしれないんですが、もし皆さんが仮に私の所属法人が分かったとしても、コメントは控えていただきたいと思いますし、特に何も言わないでいただけたら嬉しいなと思います。そして本題のどうしてフェラーリが買えるのという問いに対してのアンサーは、フェラーリのローンを組めるだけの信用力があり、月々の支払いができるだけの収入があるからですね。もうそれしか言いようがないので、他の回答を求められても困ってしまうところではあるんですけど、で、私の場合は YouTube という副業をしていることからも、周りの同期と比べても収入が多いこともあって、で、今回購入したフェラーリの月々の支払いについては YouTube 収益だけで賄えているといった状況になります。なので本業の収入は家賃や食費、服や美容代、ジャン君や WRX のお金、そして貯金に回しているといった状況ですね。まあ、今回はあまりにもこういった質問が多かったのでお話しさせていただくんですけれども、私自身の仕事や収入について自慢がしたいといったことではないので、そこはお含みを聞いただけると嬉しいなと思います。むしろ個人情報をこういった動画でお話ししたくないので、今後は一切お話ししない方向でいきたいなと思ってます。で、具体的な経歴としては、実はここに至るまでに紆余曲折がありまして、こちらもさらっとお話ししていきたいのですが、で、まず学生時代について、私は栄養学を専攻しており、栄養士になる方向で勉強を進めていたのですが、勉強していくうちになんか違うなという感じがして、結局のところ専攻していた学科とは全く異なる IT 系の会社に一般就職したんですよね。で、そこの会社の事務職として働いていくわけなんですけれども、その会社が日系の中小企業ということもあり、セクハラやパワハラが日常茶飯事で、会社役員から急に抱きつかれたり、上司に交際を申し込まれて断ったらパワハラされるなど、そういったちょっとぶっ飛んだ会社にいたんですよね。で、その会社で働いていくうちに、どうして私はこんな目に遭ってしまうんだと思った時に、私が事務職という会社の中ではとても弱い立場にいるからこういう対象にされてしまうんだということに気づき、自分に力をつけることができればこんな仕打ちを受けることがないということに気づいたんですよね。で、そう思った時にまず何をしようかと思いついたのが、とにかく何かしら国家資格を取得しようと考えたんですよね。まあ、いきなり国家資格ってどういうことっていうか、まあ、私としても学生の頃はろくに勉強してこなかったですし、
まあ、ろくに勉強しなくてもある程度の成績が取れてきてしまった人間だったので、受験勉強のような本腰を入れた勉強をしてこなかったので、これはかなり無謀な挑戦ではあったんですけれども、このセクハラパワハラがはびこる状況からいち早く脱出したいという明確な強い目標があるのであれば頑張れるのじゃないのかなと思った次第ですね。で、そんなこんなで全く異なる業種であっても受験資格なしで受験ができる国家資格を調べていた時に公認会計士試験に出会ったんですよね。なのでそこからは当時勤務していた会社の仕事も続けつつ、平日の仕事終わりと土日には毎日勉強し、時間があれば常に机に向かうという生活を続けておりました。で、そんな生活を2年間続けて無事に公認会計士試験に合格し、監査法人に転職したという流れですね。で、ちなみに公認会計士試験の一次試験と呼ばれる担当式試験を合格した際に今の私の WRX を購入したんですよね。で、この WRX の購入についても OL が WRX のローンなんて通るのかといったコメントもいただいてましたが、正直 OL だから通らないといったことは全くないのかなと思います。 WRX はとてもいい車ではありますが、値段としてはそこまで高級な車ではないですし、正直私も今の収入から比べたら当時はとても少ない年収ではあったんですが、頭金0円でも問題なくローンが通ったんですよね。で、転職してから思ったのが、所属する会社や法人によってカルチャーが全く違うというところですね。もうセクハラの背の字もないぐらいとてもクリーンな法人に所属できて、私は今とても幸せだなと思ってるんですよね。そして本題に戻るのですが、特に公認会計士試験に合格してよかったなと思うのが、フェラーリのローン審査を行った時に思った圧倒的信用力の高さなんですよね。正直本業だけの収入で言えば皆さんが考えているほどは私も稼いでいないとは思うのですが、フェラーリのローンを組むにあたっては年収以外の要素もしっかり反映されるので、今回は信用力の高さというところがとても大きかったのかなと思います。で、私も購入する前はポルトフィーノが欲しいけど、でもローンってなかなか通らないんじゃないのかなと思って不安になってたんですけど、とりあえず審査だけお願いしましょうという流れになって審査に出してみると、なんと普通に通ってしまったんですよね。これは正直自分でも驚きました。まあ私の周りの同期でもマンション投資を行ったり、結婚して戸建てを購入するという方も増えてきてますし、周りが購入したマンションや戸建ての代わりにフェラーリを買ったと考えれば、どこにお金をかけるかの話であって、家にお金をかけるのか車にお金をかけるのかといったそれだけの違いな気がします。なので、どうやったら購入できるんですかという問いに対しては、私と全く同じ流れで行くのであれば公認会計士試験に合格すればいいのかなと思います。もちろん試験に合格したからといって勤め人である限りはそこまで稼ぎは多くはないのですが、大手法人に所属すれば絶大な信用力があるわけなので、私はそこを利用しない手はないのかなと思いました。また私の場合は YouTube という副業もしておりますので、そういった手段もあるのかなと思ってます。もちろんこの他にも高収入の職業はたくさんありますし、ローンの投資方もまだいろいろあるかと思うのですが、個人的には信用力の高い法人に所属するのが一番手っ取り早いんじゃないのかなと思ってます。多分皆さんがイメージするような経営者の方がキャッシュ一括でドンって買うような、そんな買い方はできないんですが、ただフェラーリオーナーになるという一目標を掲げただけであれば、そこまでハードルが高いものではないのかなと思ってます。まあこの件に関してはいろんなご意見があるのは分かっておりますし、まあ私がここまで詳しく説明したとしても、結局お前の自慢話じゃないかといったようなお怒りのコメントも来るのかもしれないのですが、冒頭でもお話しした通り私はそういうつもりは一切ないですし、まあ今回いきなりフェラーリを購入したということで混乱している視聴者さんもいるようでしたので、しっかり私の口から説明させていただいたという次第ですね。まあこういう動画ってあんまり出したくなかったというか、いつも楽しい動画を皆さんに見てもらいたいと思ってるので、ちょっと嫌な気持ちになってしまう方もいるとは思うんですけれども、まあ私もお仕事の都合上でこれ以上の情報は出せませんし、まあ、今後はこのようなお話はしない方向にしていきたいなと思ってます。で、ちなみにですね、私はこのチャンネルで発生した収益については全て車につぎ込んでいきたいと思っておりますので、またこいつ車にお金かけてるなという場面があれば、チャンネルが順調に成長しているんだなと温かい目で見守っていただけたら嬉しいです。
はい、ということでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。こんな感じの動画になってしまい、なんか少し硬くなりすぎたかなとは思うんですけど、ちゃんと皆さんに正しい情報をお伝えしたいなということで、今回はね、あまりふざけずしっかりお話しさせていただいたんですけど、もちろんいろんなご意見があるのは分かってますし、皆さん全員が理解できることではないのかもしれないんですけれども、一個人の意見としてこういった考え方もあるんだなと思っていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで明日も朝が早いので今日はそろそろ寝たいと思います。皆さんもあまり夜更かしのしすぎはしないようにしっかり寝てくださいね。じゃあねー、おやすみなさーい。